令和元年度の学位授与式を挙行するにあたり、大阪松陰女子大学の教職員を代表して大学院修了生並びに学部卒業生の皆様にお祝いの言葉を述べさせていただきます。学位授与誠におめでとうございます。めでたくこの日を迎えられた皆様を心からお祝いいたします。そして皆様の学生生活を陰日向になって支えてこられたご家族をはじめ関係の皆様と喜びを分かち合いたいと思います。本来ならこの日は令和最初の学位授与式としてご家族の皆様をはじめ教職員や来賓の方々など大勢が見守る中、学位旗を手渡し祝福したかったところであります。ただ新型コロナウイルスの感染収束の見通しが立たない状況で、皆様とお集まりになる多くの方々の健康を守ること、そして感染拡大のリスクを少しでも抑えるという観点から、100年開会における一堂に会して式典を行うことは難しいと判断しました。人生における一つの区切りである晴れの舞台を提供できず、誠に申し訳ございませんでした。今世界中を席巻する勢いのコロナウイルスをはじめ、ウイルスというものは単独では増殖できません。子孫を残すには他の生き物の細胞に居候して、その生き物の力をうまく利用して生きています。生き物、つまり生物なのか、あるいはそうでない無生物なのか、専門家でも意見が分かれるぐらい巧妙な方法で地球上に生存しています。コロナウイルスの場合、くしゃみや咳など飛沫から主に呼吸器系の細胞に取り付き増殖すると言われていますので、とにかく大人数が密集する状況を避ける必要があります。人が集まることに注意を払わなければならないので、多くのイベントが中止となりました。となると心理的に人と会うことを自粛するムードとなり、コミュニケーションが取りづらくなることが懸念されます。コロナウイルス感染拡大が起こらず、これまで通りに世の中が流れたとしても、最近の風潮としてコミュニケーションがうまく取れず、さまざまな問題が生じています。自粛ムードとなればますますコミュニケーション能力が問われるのではないでしょうか。いくらネット環境が良くなったとはいえ、他者と直接会って話す機会が少なくなることでコミュニケーションが取りづらくなり、社会生活のさまざまな場面に影響を及ぼすことは必至だと思われます。私はこれまで入学式や学位授与式での式辞、あるいは大学のホームページの学長代理においてコミュニケーション能力の重要性を述べてきました。4年前の入学式においても、自分以外の人たちとのコミュニケーションを図るためにも、まず自分とはどういう人間なのか、つまり自分自身を知るよう学生時代に絶えず悩みながら考えてくださいと伝えました。どうでしょうか。自分自身が分かりましたか。おそらくほとんどの人は答えが見つからないでいるでしょう。告白しますが、私自身も自分がどういう人間なのかまだはっきりと分かっていません。多分一生悩み考え続けるテーマだと思います。コミュニケーションを図ることに関しては、経験を重ねていくにつれて、私なりに考えている、こう考えている、あるいはこういうふうに対応しているということがあります。それを皆さんにお伝えします。その一つとして、相手の良い面を認めるということが挙げられます。どんなにコミュニケーションが取りづらい人でも、どこかに良い面が必ずあります。相手のことを 100% 全てよく見ようとはしなくて構いません。ただ自分より良い面、優れている面が何かしらどんな人でも必ずあるはずです。
それを見つけて理解して、そして付き合っていくうちにコミュニケーションが徐々に図られていくと思います。ほんの一部でも良いから、お互いを認め合いリスペクトすることがコミュニケーション能力向上の秘訣だと思います。また不要不急の集まりを控えるようにとの要請も出ている状況を逆手に取り、じっくり本を読む、読書に勤しんでみるということはいかがでしょうか。コミュニケーション能力を高めるには、実際に他者に会い他者を知る、そしていろいろな知識を得て自分を知り価値観を築いていくことが通常考えられますが、本を読むことによってもさまざまな人に出会い、さまざまな場所を旅し、さまざまな考えを知ることができます。そしてボキャブラリー、語彙の力も養われます。手っ取り早くコミュニケーション能力の基礎の基礎を学ぶことができ、自分自身を知るきっかけにもなり、価値観が養われ、そして世界観も広がるはずです。かのマイケル・ジャクソンも言っています。僕は読書が大好きだ、もっと多くの人に本を読むようにアドバイスしたい、本の中には全く新しい世界が広がっているんだよ、旅行に行く余裕がなくても本を読めば心の中で旅をすることができるんだと。昨年大阪松陰女子大学は創立以来70年という歴史を刻みました。松陰学園も1世紀を超えた歩みを進めています。歴史と伝統を重んじながら、大学では2030年に向けたグランドデザインを提示し、美・知性・情操・品性を通して社会に貢献する美・ビューティフル2030をスローガンに掲げました。ここでいう美・美しいとは、外見のみならず、むしろ内面の美しさを意図しています。その内面の美しさを通して社会で活躍する人を育てることが本学の使命だと考えています。地球規模でのコロナウイルス感染拡大という閉塞感が漂う中、また将来予測困難な時代が到来すると言われている昨今、より一層自分の物差し、羅針盤をもとに価値観を磨き続け、クスノキのように内なる輝きを発する人を育てることが求められています。一人でも多くの修了生、卒業生が社会で活躍できるよう、これからも社会に認められ存在感のある大学へと発展するよう努めてまいります。今年は暖冬で、もうしばらくすると桜が早開花すると予想されています。皆様も内面の実を磨き続け、自分の希望の花を咲かせてください。相手の良い目を認め、コミュニケーション能力を高める意識を持ち続ける、そしてコミュニケーション能力を高める基本の基本として、本を読むということを皆様への花向けとします。そして美・ビューティフルな人生を歩まれることを心より記念し、式辞の結びといたします。皆様、改めて学位授与誠におめでとうございます。